土曜日のお昼前、遅めの朝食をとる2人。あれじゃないよ。クリームパンだった。そう。で、さっきのがカレーパンなのか。札幌に住む E さんと C さん、2人は女性同士のカップルです。あと何かやってる？たくさんあるけど。交際して13年、共に仕事を持ち支え合いながら生活していますが、法律上は他人です。おととし2人は区役所を訪れ婚姻届を提出しました。記載内容の確認作業を入らせていただきます。結果は不受理。法律上、同性同士の結婚ができないことで、さまざまな壁が立ちはだかります。2人が住むこのマンションも、共同名義でローンを組むことができず、無理をして現金一括で購入したといいます。さらに、今後もしどちらかが不幸があって亡くなったとかだったら、まず最初に相続権が来るのは、こういう関係にないので、親とかになるので。で、何か重篤な病気や怪我をしたときに、集中治療室に運ばれたときなんかは、親族以外面会謝絶っていうような状況になることもありますし、その今後の治療方針だったり、手術の同意とかを取るときに、本人の他に血縁の親族しか入れませんよっていうような病院もある。2人は3年前、札幌市が同性カップルを独自に認証するパートナーシップ宣誓制度に登録しました。それを記念してレストランで食事を楽しみ、 E さんからサプライズでペアリングも送られました。それでも実際にこれがあるからといって、なんかこれに使えたねっていうことはなくて、で、うちも正直あまり本当に何ができるんだろうぐらいなんですよね。この制度は2017年に導入され、現在123組のカップルが利用しています。市営住宅に入居できるなどのメリットもありますが、法的な権利が認められたわけではありません。何か法的権利を付与するものではないといった点で、普通の婚姻関係とか今言われている同性婚とは制度が違うものになっています。法律上の権利が得られない同性カップル、2人の将来を守るためにこんな選択をしたカップルもいます。いただきます。いただきます。Head start。 うまい。本当だね。松田健さんと蒼太さん、2人の関係は親子ですね。形式的な。やっぱり気持ち的には恋人。2人は男性同士のカップルですが、養子縁組をして法律上の親子になることを選びました。きっかけは僕の母の死ですね。やっぱり両親ももういないし、兄弟がいないので、自分が何かあった時にこういう、預貯金含めマンションとかどうしようかなっていうことを考えて、それだったらこっちに。一回り以上年の離れた2人にとって、養子縁組は比較的周りの目を気にせずに済んだといいます。しかし、そうまでしなければ相続や保険の受取人になることが難しいのが現実。2人は同性婚が認められる社会になってほしいと訴えます。養子縁組って本当は僕たちも親子になりたいわけじゃなく選んでいるので、そうじゃなく、こういう同性のカップルが同じように先を安心して考えられるには、やっぱり同性婚がそういうふうに進んでいってくれることが一番だと思います。愛する人と共に歩む法的権利を。 E さんと C さんは、同性婚が認められないのは婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、他の同性カップルと共に訴えを起こし戦い続けてきました。そして
先月17日。憲法14条1項に違反すると認めるのが相当である。札幌地裁は性的指向が異なるだけで同性カップルが婚姻の利益を一切受けられないのは不合理な差別だとして全国初の違憲判断を示しました。本当に今はもう喜ばしい嬉しいなっていうその気持ちでいっぱいです。今後の本当一筋の結婚できるかもしれないっていう光になれたらいいなっていうのは思いました。専門家は同性婚の法制化は避けられないと指摘します。違憲判決が出始めるというのはどの国でもそうですけれども、それは同性婚の法制化に向けての第一歩を踏み出したということですから、日本もその流れの中に乗ったということを意味すると思います。札幌にも春が来ました。毎年雪解けを迎える頃にお揃いのスニーカーを買うのが2人の恒例です。結婚ができることによって、あ、もう異性のカップルも同性のカップルも何も変わらないじゃんって、そういう認識に社会は絶対間違いなく時間はかかるけどなっていくと思うんですよね。誰もが愛する人と自由に結婚できる社会に、道内の同性カップルの切実な訴えをきっかけに日本が大きく変わっていくかもしれません。